今回、ヤンバルクイナが確認されたのは名護市原下の森の中で、今年7月10日、県が調査のために設置した自動撮影カメラにその姿が捉えられていました。ヤンバルクイナが名護市で確認されるのは、1981年に新種と確認されて以降、初めてとなります。ヤンバルクイナは天敵となる外来生物マングースの北上などにより生息数が減少し、 2005年の調査では発見当初の半数以下となる推定720羽ほどまでに減っていましたしかし近年はマングース防除事業などが功を奏し生息数はおよそ1700羽まで回復しているとみられています県は引き続きマングースなどの外来種対策を進めるとしています